いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデルランボルギーニウラカンスパイダー LP580-2 をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに下すりと飛び石があり、右側のドアミラーに飛び石と左のリアフェンダーに同じく飛び石がございます。またリアのディフューザーに下すりがございます。走行距離に関しましては約1万3000キロと低走行なお車です。外装色はアランチョアロゴス、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。圧倒的な走行性能を開放感あふれるオープンドライブでお楽しみいただけるランボルギーニウラカンスパイダーでございます。力強いフロントフェイスやリア周りのデザインによりランボルギーニらしい迫力のあるデザインとなっております。またこちらのお車には純正のスポーツエキゾーストシステムが装備されておりますので、より一層力強いサウンドをお楽しみいただける一台です。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールはブラックペイントの純正19インチアルミホイールが装着されており、キャリパーはブラックキャリパーが装備されておりますので、足元までバッチリと決まった一台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。また4本出しのマフラーやリアディフューザーが装備されておりますので、リア周りからも迫力を感じられる1台です。エンジンスペックに関しましては 5.2 リッター V10NA エンジンが搭載され、最高出力は580馬力を発揮します。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのハーフレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またナビゲーションに関しましてはモニター上に装備されており、バックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されております。両席ともシートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいオープンドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはステアリングのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。ではソフトトップの開閉を行います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。ソフトトップを閉じた状態でも十分なスペースを確保しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2017年モデルランボルギーニウラカンスパイダー LP580-2 をご紹介させていただきました。走行距離約1万3000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。ランボルギーニのハイパフォーマンスオープンモデルウラカンスパイダーでございます。こちらのお車には580馬力を発揮するハイパワーエンジンが搭載されておりますので、スーパースポーツカーにふさわしい圧倒的な走行性能を持ち合わせております。また純正のナビゲーションシステムやバックカメラ、フロントリフティングをはじめ
実用的な装備も充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。